はい、ご視聴ありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしておりますけれどもね、あちこちからウグイスの鳴き声が聞こえるようになってきておりましてね、今日などはとてもいいお天気でしたのでね、歩いておりましてもとても気持ちよかったですし、このようにウグイスだけではなくってね、いろいろな野鳥の鳴き声が聞こえてきましたのでね、そういった鳴き声にちょっと耳を澄ませていただこうかということでね、BGM は控えさせていただいて、おしゃべりの方もね、ちょっと野鳥の鳴き声を邪魔しない程度にお話をしていきたいと思いますけれどもね、この辺りにねヨシガモが結構見かけたんですが、今日は 見かけなかったですね。いつ頃から野鳥がいなくなるかっていうのはね、なかなか記録に残しにくいものなんですけれどもね、注意深く、見ていくしかないのかなとは思っておりますけれどもね、この記事がね、もう何日か連続して登場してくれていると思いますけれどもね、このようにちょっと首を伸ばし気味にした時がね、いわゆるホロ打ちという縄張り主張の鳴き方をする体勢に入るのかなと思いきやね、ちょっとそうですね、どれぐらいのスパンで鳴いてるのかなと思って、少なくとも1分以上、この時はね2分近くカメラをね、粘り強く回してみたんですがね、今ね200メートル先にねもう1羽キジがいてね、そちらの鳴き声が聞こえたんでね、反応するかなと思ってね、明らかに聞こえている気配はあるんですよね。こちらがね、近くにいたもう1羽のキジです。どれぐらいの距離をね、保っているのかね。このように、花と野鳥のコラボもね、楽しみな季節になってまいりました。ここ結構咲いてるね。ソメイヨシノも木によってもね、このように満開でもないんですけれどもね、枝によってはね結構咲いている枝もあったりして、このようにヒヨドリですよね。野鳥の鳴き声をお聞きいただくようにしておりますけれどもね、これイソヒヨドリがね、結構綺麗な鳴き声でねさえずってくれますので、しばらくね、こちらも粘ってみたんですがね、また機会があればね、このイソヒヨドリの鳴き声もねたっぷりお聞きいただくようにはしたいと思いますけれどもね、カメラマンの習性で猫がいるとね映してしまうというかな、そんなのがありますけどね。
こちらはね、記事なんですけれどもね、どうやらカメラマンの気配に気がついているようでね、こちらはお尻隠して顔隠さず頭隠さずのような状態にねなってますよね。ものすごく目立ちますんでね、このオスのキジのこの顔のあたりがね。まあこの後ね、カメラマンがねこう近づいていきますと、スタコラーとね近くの藪の方に隠れてしまいましたけれどもね、このウグイスもねこれからも何回も登場してくれるのではないかと思っております。ウグイスもねなかなか見えるところに出てきてくれないウグイスとね、いつもこうよく目立つところにいるウグイスとねありましてね、そういったウグイスに出会いましたらねラッキーかなと思います。こう、4月5月あたりに入ってきますとね、それぞれの縄張りも安定してくるというのかな、この私が歩いている河川のことをね無料のテーマパークというふうに、例えているわけなんですけれどもね、それぞれのゾーンというのかな、ウグイスの庭とかね、キジガーデンみたいな、キジのコーナーですみたいなね、ある程度こうパフォーマンスがね行われるエリアというのがね安定してきますよね。逆に言うとそれほどサプライズが起きないような、いわゆる安定期に入ってくるというのかな、そういった感じもいたしております。奇跡霊もねこのように割とこう甲高い鳴き声でよくわかる鳴き声が聞こえますね。こちら賑やかに鳴いているのは何だと思いますかね。こちらモズなんですがね、先ほどのシジュウカラもねようにこうさえずっている時以外はねなかなか動きがね素早くて撮影することが難しいというのかな、そういった野鳥なんですけれどもね、セグロセキレイもねなかなか複雑なさえずり方をする鳥ですよね。こちらのホオジロもねよく知られたね、一筆啓上という例えられるね鳴き方もあるんですが、このようにどちらかというとこう地味といったらいいのかな、こういった鳴き方もよく聞くことができますね。時々ねウグイスに対抗するようにさえずっていることもあるんですけれどもね、こう野鳥たちって他の野鳥の鳴き声に影響されることもあるんでしょうかね。モズのように
泣き真似をするっていう意味でもないんでしょうけれどもね、こちらがね、まあ、カメランドやな、もうこれはほんま。あ、親ガメの上に乗ってる子ガメでもないんでしょうけどもね、彼がね、もういつもこうカメラをしまいかけた時に現れる低い名がね、そしてこのもうほぼ自宅近くまで帰ってきているんですけどもね、コゲラの独特な鳴き声が聞こえたのでね、柿の木にね複数はいたようですね。近くの柿の木にもね、もう一羽のコゲラがいてね、今回はね、いろいろな野鳥の鳴き声を中心にお送りしてきました。まあ春らしいというのかな、こういう非常に賑やかないろいろな野鳥の鳴き声がねお聞きいただけたと思うんですけれどもね、実はね、今日一番よく見かけたのはね、イワツバメだったんですよ。そしてね、ツバメもやっぱり、来てますね。民家の近くあたりをね、どうやらこの巣作りの場所をね模索しているような様子も見受けられましたのでね、我が家もねうっかりこう戸を開けっぱなしにしておりますとね、台所あたりまでツバメが入り込んできてね、出て行ってもらうのに苦労したことがありますけれどもね、まあ随分昔ですとも家の中にまでね、ご近所どこの家でもねツバメが巣をしているっていう、そういった時代もあったんですがね、まあ、最近はそういうわけにもいかずね、戸締まりをね、まあ、きっちりしなければならないというようなこともありますのですけれどもね、これからもね、まあ、いろいろな野鳥の鳴き声が収録できたらお届けしたいと思います。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日は一日ありがとう。